自民党の菅前総理大臣が今朝のフジテレビ日曜報道ザプライムに出演し、安倍元総理の国葬で行った追悼の辞に込めた思いなどを語りました。安倍前総理に挨拶させてもらう最後の機会だと思いましたので、そこはしっかり悔いの残らないようにしようと思いました。会場の中で拍手が起きました。私は挨拶を終えて自席に戻るときに何が起きたんだかよく分からなかったですね。国葬という中で、また菅氏は追悼の辞に多くの若者が一般献花に訪れていると盛り込んだことについて次のように語りました。少しだけです、若者から安倍さんにですね、お別れをしたいと、そういう人はたくさんいるだろうと、そう思いました。ただこれはある意味では予測ですから、当たらないと大変なことになります。だけどそこはあえて20代30代の人は安倍さんに対して来てくれるって、そういう自信がありましたですよね。一方、先月国交正常化50年を迎えた日中関係をめぐっては、国際会議の機会を活用して首脳会談をやっていくべきだと述べました。